北京オリンピックの金メダリスト平野歩夢選手の地元村上市に世界初の練習場が完成し、平野選手があの大技を披露しました。美しい日本海、その向かいにありますこちらの巨大な施設、実は世界初、雪がなくてもスノーボードハーフパイプの練習ができる施設がここ村上市に誕生しました。それではどうぞ。おとといお披露目された村上スノーリサーチ&トレーニングセンター、ハーフパイプのエアを雪がなくても練習できる屋外型のトレーニング施設です。その完成イベントに村上市出身で北京オリンピック金メダリストの平野歩夢選手と弟海舟選手が出席。二人の父であり施設の代表を務める秀則さんが練習場への思いを語ってくれました。風とかに左右されないような、安定してできるような施設を目指していきたいと思います。まあ、そうすることによって多分世界中からこの村上に来ていただけるというふうに思ってますので、はい、そこを目指して作っていきたいと思います。新たな練習場で歩夢選手と海舟選手がトリックを披露することに。会場の子どもたちも興味津々です。素晴らしいね、回転とかしてくれると思うんで、とても楽しみにしています。まずは歩夢選手、いきなり見せてくれました。大技トリプルコーク1440、北京オリンピックで金メダルを引き寄せた最高難度の技です。見事バースなんて見せましたね。面白かった。いやうまくいった。続いて海舟選手、持ち味の高いエアで子供たちを魅了。どうでしたか？すごかった。回転すごい、高いところから飛ぶのがとてもすごかったです。その後行われた夢をテーマにした子供たちとのトークセッションでは、平野選手のような世界一のスノーボーダーになりたいです。素晴らしい夢ですね。大きな拍手お願いします。嬉しいですね。なんかそう言ってもらえて、素晴らしい夢です。大きな拍手お願いします。ありがとうございます。気になるのはオリンピックで頂点に立った歩夢選手の現在の夢。まあ、夢だった金メダルをなんかこう叶えることができて、やっぱその先に行きたいなっていう気持ちが強いんですけど、まあ、それがそうですね、あと1年半後のイタリアでの、オリンピックで、まあ、ちょっと2連覇目指したいなと思って、分かりやすい目標でいうと2連覇をこう目がけて、それに集中している段階なんですけど。新たな夢、オリンピック2連覇の達成には自身も制作に携わったトレーニング施設が大きな役割を持つと話します。この自分の地元にできたっていうことがなんかこう夢のような感覚もあるんですけど、世界で一つしかないものをやっぱ作るに例がなかったので、結構いろいろ大変だったんですけど、ようやくこう今日この日に向けてこう実現できたことをやっぱすごい嬉しく思いますし、まあ練習したことを
まあ、また1年半後にこうなんだろうな、まあ、みんながこう熱くなるようなパフォーマンスを見せられたらなと思ってるので、はい、いやちょっと自分も楽しみですねこれから、はい。